パパさん、久しぶりに参加いたします。こんばんは。私と母はここ2週間、動けないほど体調を崩してしまいました。多分、疲れから来るものだと思いますが、体調悪くなる前日に、早友さんが、島田秀平さんのチャンネルで霊視されていた、観覧注意の心霊写真を見たのですが、その写真が不思議で、早友さんが説明を聞き、いろいろと写真を考察したことを母と、考察を母としてしまったのですが、良くなかったのでしょうか。いや、そんなことはないと思いますけど、早友に言っときますよ。そんな不届きなものを人様に見せて具合悪くなった人がいるんだからな、って言ってね。お父さんのところにも質問来ちゃってるんだから、お父さんお答えたんだからね、前ね、お好みの豚天ぐらいおごれよな、っていうふうにね、言っときます。本当に、不届きにも程があります。強めの、厚めのですね、厚い強めのね、お塩とお酒、お塩は一握りぐらい、こう、高見盛りが持つよりも半分ぐらい、ざっと粗塩を入れてですね、お酒もコップに3分の1ぐらいね、ぶわーっと入れて、厚めのお風呂にですよ、44度か45度ぐらいのね、お風呂に、あっちーって言いながら、ブーンと使ってね、頭まで本当だったら、ボク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 って使ってね、ブーッと汗かいてください。ブワーッてね、ズワーッて抜けますのでね。そうしたら、窓があるようだったら窓を開けて、ブワーッと外に温度してボタンと閉めるとか、そういう感じでもって、一回体の中から出しちゃってください。おすすめいたします。あとは、早友にね、ダウンするのかって、好き勝手なことするんじゃない。ちゃんと言ってきます。早友さんはいろいろとバッチリですね。30歳でも父に叱られちゃう。親はいくつになっても怒りますよ。うん。親はね、それはね、なんだろう。愛情っていうかさ。可愛くてしょうがないんですよ、親は。子供のこと。パパさん、早友さんは悪くないです。あの写真は早友さんが、自殺したものではなくて、島田秀平さんが、紹介者は、具合悪くなるけど、見る方には大丈夫とのことで安心して見ていたんですが、たまたま体調悪くしたので、はい、早友さんごめんなさい、パパさん、またイベントで会いに行かせてくださいね。本当ですか？よかったです。僕はがっちりね、お祓いしますよ。抱きついちゃったりなんかしてね。なら、俺、じじいって。セクハラで訴えてやるからね、とかって言われて、ね、すいません、ちょっと肩触るぐらいにさせてください。はい、いただきましょう。パッつってね。はい。ちょっつってね、外行って、ごめん、ちょっともう、出てて、ぶん投げちゃったりなんかしてね。ちゃんと僕、パパさん、写真、東洋、語、髪の毛、くせ毛で生えてきませんでしたか？私の場合は、すごいくせ毛で。いや、本当ですか？そしたら、中学3年生とか歌っちゃいましょうよ。森ます、若尾さんのね。私も中学3年生。なんつってね。森まさこです。なんつってね、楽しみましょう。なんでもね。はい。こんにちは。なんてね。先祖供養についてできるだけ毎日、夫の父方、母方、自分の父方、母方のご先祖様、全部4つのお水と感謝を差し上げていますが、ほとんど知らない、夫の母方のご先祖様、供養は届いているのか、いつも気になっています。夫の息子のルーツなので、感謝しているのですが、自己満ちています。供養の思いは届いていると思いますが、夫は何か、義母の実家に手を合わせるということは、設定いることは知りません。でもね、ちゃんとお守りくださってますからね、ご先祖様っていうのはね。なんやかんや言ってもね、頼れるのはね、無償の愛を注いでくださるお気持ちなんですよ。まあもちろんね、気持ちだけじゃ食ってけねえんだよってね、気持ちなんかいらねえから金くれよって人もいるかもしれないかもですけれどもね、そうは言ってもお気持ちっていうものを無償に注いでくださるっていうのがご身内のおつながりですからね、大変素晴らしいことになってるんじゃないかっていうふうに僕は思いますよ。
うん、素直にね、なさるのかな、なさってることに対して、胸を張られていいのではないかっていうふうに思いますよ。私もそうだったのですが、一時的に霊が見えたり、なんとなく気づいたり、そんな一時的なものってありますか？いや、もちろんあると思いますよ。瞬間のチューニングがあってしまったっていう現象ね、その瞬間に見えてしまうっていうことが多々起こりうりますね。ただ、間違いなく霊感を持っていらっしゃいますので、気のせいだったんじゃないかとかね。いや、目の錯覚だったんじゃないかっていう風になって、しまえばそこで止まりますけども、マジ？俺お化け見えるんじゃねえの？みたいな感じで、そこで面白くなっちゃって、何回も何回もいろんなところ行って、見えた、見えたっていう風にやって、ると、意外とね、お化けオタクになってね、楽しみが一つ増えるかもしれないですよ、僕みたいにね。はい、でございますよ。はい、こんばんは、はじめまして、はじめましてでございます。お化けさんは方言を使うのですか？おそらく方言は使うと思いますよ。ただね、まあ、僕の場合はね、言葉そのものというよりも、思いを自分の中でもって、受け止めますので、方言があるかないかっていうことではなくて、例えば、そのお化けさんの発信するね、温かい思いであったり、ちょっとここ気をつけるんだよっていうような思いであったり、うん、これから幸せになるから頑張るんだよっていうような思いであったりっていうものを伝えるので、僕には方言そのものっていうのは、うまくは伝ってまいりませんけれども、お伝えするときに口調その他が似るというのはよく言われますね。うん、と言われます。黒髪だ。そうですよ。黒髪でございますよ。黒髪。黒髪のね、こう、ツーブロックにしてみた。千円床屋の癖してね。Thank you.